どうしたんですか、舞子さん。真面目な顔して。ヤシロ君がフォルトナに入ってきたじゃない。芸能界きってのカリスマ二大巨頭がついに集結。これはコラボの予感だと思うのよね。え？ステージの上でぶつかり合う才能と才能、手に汗握るプライドバトル。もたらされるものは破壊、それとも創造。はあ。いやー、とってもよくない。ねね。まあ確かにちょっと見てみたい気もします。出しょ出しょ、これは早速あの卵みたいになってたんだね。流石、ここはテレビ局？大東テレビのスタジオです。大東テレビのイドラスフィアにある流石に向かっていろんなところからパフォーマーが集められてる。パフォーマーが集められてる。ヤシロみたいなすごいやつにそういう。己への歌詞。じゃあ早いとこ敵さんの野望を。みんなが気づ。分かった。パフォーマーが集まる新しいカルネ。新しいレディ。パフォーマー。他にご用は？これでいいかな？それじゃ。行くよ。レディアントユニティ。クロム。イツキ。運命を超える。俺がみんなを導いているか。そういうことはそういうものかな。いつき、今いつきくん、ちょっとこれ剣社のシークレット。参加できるの僕にふさわしい大舞台。社、これはどういう。僕、社、何でもない。大東テレビに急ぐぞ。
戦いは回避できたか。この先、地球に似た気配を感じる。せい！敵が現れたぞ。やっ！なんだか今までとは雰囲気が違う。これは社のライブポスター通れない。どうやらこのパフォーマーの源は106とダイバースタジオのイドラスフィアにあるらしい。なるほど。ミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。なるほどね。決めろ。戦いは回避できたか。気をつけろ。ひとまずは俺を構えろ、イツキ。はっ。
ひとまずは安全か。俺を構えろ、イツキ。やや。敵の気配は消えたようだ。